ゲームゼンワードです。ただいまゲーム画面が映ってると思います。はい、そうですね、10キロ卵ですね。10キロ卵が9個あったら果たしてどんな動画を撮るのか。そりゃ卵割りでございます。はい、ということでね、今回は、この9個卵孵化装置に入れ、10キロ歩きレアポケが出るのかどうか、第3世代ですね、こちら見ていこうと思います。ちなみになんですが、第3世代の10キロ卵というと、ナマケロとラルトス、ここが、入ってるんですね。ただもちろんこれが出る可能性は、可能性というか確率というのはそんな別に高いわけではありませんので、別のコラが出る可能性も全然あります。はい、ただ僕は両方ともまだ、特にラルトスの方かなが、高個体値まだ取れてないんですね。野生脇もほとんどゲットしていないので、はい、野生脇もねほとんどゲットしていないので、雨の数も足りない、高個体値もいないということで、こいつら入れていこうと思います。それでは、早速入れていきましょう。はい、ですね、今回、はい、僕は全部通常の孵化装置でやっていこうと思います。理由は簡単です。9個分のスーパー孵化装置がないからです。はい、やっていきましょう。ほい、はい、ということで10キロ卵が、9つ入りました。割っていきましょう。レアポケ果たして何が出るのか。もう今日ちょっと夜遅いんで今日中に終わるかどうかちょっと分かんないですけどね。ああ、今日ちょっとメガネを忘れてしまったの裸眼で失礼。はい、今日この後ずっと動画、多分卵割りの後半はそんな感じでこの顔になっちゃうんですけど、はい、卵が今こんな感じです。はい、4.9 まで進みました。ということであと5キロですね、およそ。これだけとりあえず歩いちゃおうと思います。はい、来ました、銀座です。それでは引き続き5キロほど歩いていきましょう。ただこの辺でさ、5キロ全部歩き切っちゃうとね外でリアクション取らざるを得ないんで、ラスト1キロラスト500ぐらいになった500度でやべえな、ラスト1キロぐらいになったならば、再度ちょっと会社にね戻りまして、会社のスタジオで、はい、割ってあげようと思っています。出るかな、高個体値ラルトスが一番欲しいな、やっぱな。サーナイト、高個体値サーナイトが作りてー。色違いだといいんですけどね。色は、はい、はい、普通です。残念、あー終わっちゃった。さあ CP 見とこう、いくつですか。2305、 2305だったら割と個体値いいんでゲットしたいですね。ほい、バカ野郎、残念ながら逃げられちゃいましたね。ちなみに今の10玉の状況はこちら。おい、もう8キロまで来ました。あと2キロですね歩くのは、ということでとりあえずあと 1.5 ぐらい歩いたら、六本木、会社の方に戻ると思います。どうしました。ぼちぼちですね。ということで2日間かけてとりあえず10キロ歩いてきました。本来だったらね、集中すれば1日でも行けたし、あとスーパー孵化装置あればもっと早めに終わったんだけどね、なんか懐かしい感じがしたね。はい、ということで今ねこれ移動速度が速いためのやつが出ちゃってるんだけど、これ押しても大丈夫だよね、多分ね卵割れないよね。とりあえず10キロ卵が9個もうやってます、おやっております。多分大丈夫だよね、これ一回触るよ、一回触るよ。その前に一応喋っとこう。はい、9連になります、10玉が。で、僕の目当ては動画の中でも何度か言っています、ラルトス、ラルトスが1、第2がナマケロですね。両方とも高個体値欲しいんですが、ナマケロに関しては攻撃ヒットポイントマックスの一応1匹、野生で、ゲットしているので、まあ最悪そいつを育てればいいので、まあ個体値、高個体値 100% とかは欲しいけど、まあ今持ってるやつよりも高個体値は欲しい。でラルトスはそもそも個体のいいやつを持っていないので、まあ欲しいですと、そういったと思います。やってみましょう。久しぶりの卵割りなのにメガネないのすげえやだまあいいや、やってみましょう、いくぞ。出てこい、まずはこれをほどきます。はい、ふう、それでは行ってみます。まずは1個目、
来い。はい、てん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 、第3世代、第3世代、第3世代、来い、第3世代。えい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 、オッケー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 、はい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 、エアームドですね。はい、エアームドです。ありがとうございます。はい、とトップレベル、あ、攻撃が一応マックスね。まあまあまあ強いってことですね。まあ使わないと。はい、2発目いきましょう。2発目いきますよ。はい、こい、はいはい、全部紫なのは気持ちがいいですね。では2個目いきます。第3世代、頼む頼む頼む、ラルトス、主にラルトス、主にラルトス、何回来てもいいよ、ラルトスだったら。いきます、よーい、スタート、ゴー。てん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 、ラルトス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 、おー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 、まあ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 、レアだけど、レアだけど、レアだけど、もういいやつ、もういいやつ、もういいやつ、もう、あの、いいやつ。この子はとっても強いですね。うん、残念です。では、3体目いきます。はい。はい、紫。はい、紫だよ。頑張っていこう。頼むよ。第3だよ。第3だからね、僕が欲しいのは第3。第3世代。まあ、100歩譲ってミニリュウとかね、いきましょう。 GO! さあ来い、ラルトス、ラルトス、ナマケロでもいい、ラルトスおわナマケロ、ラルトスはナマケロ、なミニリュウの話だからするんじゃなかったな。完全にそっちが来ちゃったじゃん今だって。もうワンチャンとか言っちゃダメだね。ほらとっても強いだし、そもそもさ。はい、行きましょう。4つ目です。4つ目いくよ。はい、カモーン。歩いたから今日は僕頑張ったから、出そうね。出そうね。出してね。出てくれよ。お願いします。ラルトス先輩。カモン。カモン。カモン。来い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 。ラルトース。ラルトース。あー、まあ、いった。まあ、まあ、いかない。まあ、いいか。いっちゃいいか。いっちゃいいか。5匹目。10玉。レア枠。狙うはラルトス。おわ、生ケロ。来い。てん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 。わりかー。おいおいおい、嘘っき、おい、しかも答え人形じゃねえかよ、おい。出ないね、なかなかね、出ないもんですね。いきますよ、はい、ゴーゴー、はい、パン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 、こいこいこい、お、やった、よし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 、オッケー。まずはナマケロいただきました。ナマケロさんです。あ、よかった、とりあえず出てくれたよ。とりあえず第3世代出てよかったね。答え値見ておこうか。はい、行きましょう。はい。あ、とっても強いか。だとしたら、この前の、トップレベルでヒットポイント攻撃マックスの方がいいですね。まあ、OK、とりあえず。ね。2枠いったから、僕は欲しいうちのね。総中1匹ですね。生ケロゲットだぜ。卵あと3つございます。その3つの中で、果たして僕はラルトスを引くことができるのか。ぜひ皆様見届けてください。いきましょう、7個目でございます。7個目の村の先の卵でございます。これの中にいるのがエスパーだったら嬉しいなということです。ゴー、こい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 、カモンカモン。はい、今のところミニ流率がちょっと高め、他はかぶりなし。まだ出てないやついるでしょ。ミルタンクとかいるからね。あいつ絶対なんか虎視眈々と狙ってる気がするんだよね、オチを。あ、怖い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 。そんなこと言ってるとフラグになるからやめよう。はい、それではラスト2いきましょう。さあどうだ。はいはい、怖い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 。ラルトス、来い、ラルトス、ラッラッラッラララランランランが出ない。頼む、ラルトスが天気ブーストでのラルトスとかマジなんか見ないんだよ。逆に僕の普段いるエリア、僕が普段活用する時で、曇れ、もっと曇れ、晴れ時々曇りはあるけど。はい、じゃあやっていきましょう。ではね、今日のラストでございます。10玉9連ラスト9個目。ここでラルトスが出たら神回です。やっていきましょう。ゴー。はい、タン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 。はい、ラルトスカモン。ラッキー。ラッキー。
ラーラーラは寄せてきてくれたけど、はい、今回出た内訳がこちらでございます。最初から数えていきましょう。エアームド、メリープ、ミニリュウ、ヨーギラス、ウソッキー、ナマケロ、ミニリュウ、メリープ、ラッキー。はい、まあまあナマケロが出たのは嬉しいですし、あとまあミニリュウのアメもね、まあ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 いいんじゃないですか。で最後ラッキー、ここ第一かな、どっちかっていうとね。はい、ということでね、今回はまあ動画の冒頭とケツで、多分ねメガネからラガンにこう移行していくという摩訶不思議な状態になっていると思いますが、最後までお付き合いいただきまして皆様ありがとうございました。今後もね、ヤマチャンネル、こういったね、無駄にしんどい企画をやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いします。あとコメントとか、グッドとかグッドボタンとかよろしくお願いします。はい、それでは今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。